渋野日向子、2021ロッテ選手権2日目41位タイで予選通過。持ちこたえて1アンダーで回れてよかった。米女子ゴルフツアーロッテ選手権2日目現地時間2021年4月15日ハワイ州。首位と4打差14位タイでスタートした渋野日向子選手22は出だしの10番でティーショットを池に入れてしまうなど、スタートホールでダブルボギーを喫します。それでもその後4つのバーディーを奪うなど粘りのゴルフ。この日4バーディー1ボギー1ダブルボギーで通算5アンダー、41位タイで決勝ラウンド進出を果たしました。ラウンド後、渋野選手はかなり悔しいスタートだったけど、その後持ちこたえて1アンダーで回れてよかった。明日はしっかりフェアウェイキープできるように、もっといい数字で上がれるようにしたいとコメントしました。また畑岡奈紗選手22は終盤に連続バーディーを奪うなど3バーディーノーボギーで通算4アンダーの52位タイ。日本勢は単独首位に立った笹生優花選手19を含め3人が決勝ラウンド進出を決めました。みんなの声、渋野日向子さん予選通過です。スタート10番で池に入ってしまい苦しい立ち上がりでしたが、その後なんとか耐えてこの日は1アンダーとしました。とにかく米ツアーは厳しいですね。過酷な環境を克服して少しずつ確かな実力を上げていっていただきたいです。笹生さん単独首位です。確実に力を発揮しています。このまま突き進んでいただきたいです。渋野さんには若くして輝くプラチナ世代の笹生さんに負けないよう審議体を高めていっていただきたいです。怪我のないよう進化してください。どんな時も応援しています。笹生首位すげえ。努力は結果に必ずつながるからやり尽くしゃえ。いつも応援してます。フレーフレーフレー。私たち親父軍団渋子が決勝ラウンドに進んでよかったよ。優勝する気がないか、それか周りの取り巻きもそれでもいいからとしての報道ならそうなんだろうねと思う。池ポチャは仕方ないにしてもダボにしたらいかんよね。アンダーパーで回れたからでは上を見てね。2桁アンダースコアのメンバーいるからね。アマチュアでもなくメジャー優勝経験者は周囲の期待もそうだけど、もっと闘争心出さなきゃと思うんだけど、だって4日間の結果が全てじゃない。笹生優花さん頑張って、ここまで来たら優勝しかないでしょう。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。皆様のお力が大きな支えです。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。